の考え方も似ていますが、漢方では風邪をひいてしまった時に、薬を、調合してもらいますが、インドではいかがですか？はい、インドではですね、アイルベーダのクリニックを利用する人が多いんですね。実は私も体調を崩しまして咳が止まらなかったんですけれども、このアイルベーダのクリニックで診察を受けてみたんです。クリニックではですね、お医者さんに症状や普段の生活について聞かれます。そしてお医者さんが3本の指を使って脈を確かめるんですけれども、これはアイルベーダに独特の、診察のやり方なんですね。で、診察の結果、私は消化と新陳代謝が弱まっているということだったんです。面白いですね。あら、石井さん、これは薬を包んでいるところですかね？はい、これはですね、私の症状に合わせて薬を調合していただいているんですけれども、中身は、生姜やシナモンなど大変よく知られているハーブやスパイスでした。効果はどうでした？そうですね、西洋医学の薬のように急激には効かないんですけれども、生活習慣や食生活も改めながらこの薬を飲みましたら 4、5 日で咳が収まりました。お医者さんからは消化機能を高めるために冷たいものや酸味のあるもの、それから香辛料などを取らずに野菜中心の生活をしなさいと注意を受けました。はい、健康的な生活を心がけていきたいと思っています。インドの、ね、健康的な、その健康になるための健康法とか、そういう伝統的なものっていうのは、食事、運動など日常の生活の中で健康を気遣って病気を予防していこうというものなんですね。石井さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。